you
的にさまざまな形での失敗が出てきています。ただ、まあ、この失敗というのはですね、その外交政策、外交の中身というよりも、その起点、いわゆるプロトコルの失敗が多いので、まあ、そういった点から鑑みると、まあ、ややちょっとこうあまりにも細かいところまで、批判が集中しているかなという気はしないでもないです。はい、ちょっとその、外交の部分ですけれども、実際の交通規制に従って走行してください。この支持率低下の背景の大きな理由と指摘されている外交面の舞台を、その先右方向です。ユン大統領は先月、目的地には15時7分後の到着の予定です。まずはこちら、先月18日エリザベス女王の国葬の前日、ユン大統領は女王の棺に拝礼をする予定でしたが実現できず、韓国国内で批判が上がりました。この理由について大統領室は、ロンドン市内の交通状況が良くなかった、イギリス王室の案内に従い翌日帰朝したと釈明しています。韓国国内では外交惨事だという批判の声もあるということですが、西野さん、長官の解任の権限案を通すことでいない、そういったところもですね、今こういった韓国の中の外交惨事と言われるような混乱をさらにこう増幅させている側面があるんじゃないかというふうに思います。はい、先ほど その大統領室の説明として、交通状況が良くなかったというふうに説明しているわけなんですけれども、ピョンさん、そうだとすると、このユン大統領ご自身の問題というよりかは、その個人の話なので、その周辺の大統領をサポートする側に問題があったということなんでしょうか。およそ2キロですね。ですから、大統領か外務大臣か、いわばその外国を訪問するわけですから、前もって政権目的だったんですね。で、肝心なことをですね、できなかったということで、今、パ